これもダメだな。やっぱり音楽のことでも力になりたい。自分ができることを増やしていきたいの。だからもうちょっとだけ頑張らせて。体のことはちゃんと気をつけるから。しほちゃんにあんなこと言っちゃったけど、やっぱり今の私には難しいのかな。やっほー、りんちゃん、さっきは自主練めちゃめちゃ頑張ってて偉いじゃん。うん、ちょっとやりたいことがあって。あ、ひょっとしてそれレオニートのオリジナル曲ってやつ？うん、そうなんだけど、ちょっと行き詰まっちゃって、今日はもう帰ろうかなって思ってたところなんだ。え、そうなんだ。うん。ねえ、さっき帰る前にさ、私の演奏聞いてくれない？ん？リンちゃんが演奏してくれるの？もちろんいいけど、楽器は？もちろん、さっきと同じシンセで気まみれしょう。じゃ、行くよ。凛ちゃん、歌も歌ってる。もしかして即興なのかな。メロディーはしっちゃかめっちゃかだし、突然転調するし、コード進行もバラバラなのに。なのに、なんでだろう。聞いてて楽しいな。すっごくワクワクする。えへへ、どうだった？さっきすっごく良かったよ、りんちゃん。とっても楽しかった。ほんと？やったー。さっきにそう言ってもらえて嬉しいな。ねえ、りんちゃん、今の曲、りんちゃんが作ったの？え？あたし曲なんか作ってないよ。ん？じゃあ今の曲って…あはは、今のはただ歌いたいなって音に合わせて弾いてみただけだよ。歌いたい音？じゃあさ、何を思いながら歌ってたのか教えてくれない？そうだな、別に何にも考えてなかったかな。ただなんだかさっきが落ち込んでたような気がしたから、さっきに笑ってほしいなって思って歌ったんだ。私に笑ってほしい？私は難しいことはわかんないけど、自分の気持ちが乗ってないと演奏しても歌っても音がキラキラってしないんだよね。自分の気持ち、あ、そうか。あんなにめちゃくちゃな曲でもすごくワクワクしたのは、あの曲にりんちゃんの思いが込められてたからなんだ。でも私はみんなの役に立てるようにレオニードっぽい曲を作りたいなってばっかりで、曲にどんな思いを込めるかまで考えられてなかったかも。私が本当に曲に込めたい思い、それって何なんだろう。さっき大丈夫？うん、りんちゃん、ありがとう。まだどんな曲を作ればいいのかは分かんないけど、でもなんとなく答えが見えてきた気がする。本当？よかった。さっき頑張って。さっきなら絶対めっちゃいい曲作れるよ。
うん。